こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。弊社ですね、アニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイト、こちらラクジョブ運営しておりまして、今回ですね、転職、就職に関してちょっとお話しさせていただきます。で、何かと言いますと、年齢に関してですね、年齢に関して、普通会社にとってですね、結構どれぐらいの年齢の人に、今応募が欲しいかっていう話も聞くんですけれども、やっぱり一番多いのは、25歳から、35歳までの間です。これ結構ぶっちゃけたところではありますけれども、やっぱりそれぐらいの方々がですね、何にも言わないでも動けるし、なんだったらちょっと後輩の面倒も見えるしということで、なおかつ年齢的にも、高くないというところでですね、それぐらいの年齢層の方々を求める会社が多いです。なので、こういった方々はですね、もうぜひとも、転職お考えであれば、良いお話なども、転がって、いるかと思いますので、見ていていただければと思うんですけど、じゃあ逆に、25歳以下、あるいは、35歳以上の人たちにチャンスがないのかというと、そんなことももちろんないですね。で、会社によってはやっぱり、そうですね、25歳から35歳の間っていうのが、どこの会社さんも欲しがるので、人材が不足してるんですね。なので若くてもいいので、やる気があってこれから伸びそうな人たち、成長意欲も、鑑みて探しているという会社もありますし、35歳以上で、スキル高い方で、なおかつちょっと年齢面は高くても問題ないですという話も、多かったりします。なので、年齢面に関しては本当に求人の関係で書けないっていうのはもちろんあるんですけれども、会社ごとに違ってくるので、どこの会社がどういう基準でっていうのは正直ないですね。求人票を見ると大体その会社の傾向っていうのは分かったりしますけれども、それ以外の部分っていうのはもう実際に応募してみて、その会社にとって求められている年齢かどうかっていうのはもうそこでしか分かんないので、もしですね、年齢等で、お悩みの方がいらっしゃいましたら、そこは、気にせず、まずはですね、自分の、入りたいと思う会社に対して応募の意思を示すというのが、第一だと思います。弊社そんな時のですね、求人情報に関してはアニメ、ゲーム、漫画業界特化しておりますので、ぜひですね、興味のある方いらっしゃいましたら、一度ラクジョブ検索してみていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。だーん。